J リーグルクルミラクル酒井すみれ入場。所属ラストマッチになります。酒井澄江、いつものテーマに乗っていつものように酒井澄江が赤コーナーに登場してまいりました。やぶさか対七桃、いきなりゴングの前にやぶさかの2人が仕掛けました。2人揃って腕式逆十字にいきなり行きます。水井さん、まあとにかく、はい、勝ち負けはもちろんなんですけども、とにかくこのやぶさかの戦いというのをしっかりと一つ一つ脳裏に焼き付けたいと、そんな感じですね。もうもちろんそうですね、やっぱり今回ね、酒井が最後の相手ということで七桃を指名したのはね、はい、やっぱりその最後にふさわしい相手というのはもうこの人たちしかいないと、もう本当にその酒井自身がもう迷うことなく、はい、希望したカードなんですよね。それはやっぱりその過去2回戦ったことで、はい、まあ、1勝1敗という数字にはなってますけども、まあ、数字以上にですね、内容的にはやっぱりその満足のいく戦いというか、まあ、お互いにこれから競っていくんだっていう中の、はい、この競い合いを感じた試合だったんですよね。だから常に酒井の中では七桃という2人を意識し合ってた、それでこう何年間も続いてきた、関係なんですよね。はは、全日本女子プロレスの七桃、まず現在リングに登場しているのは高橋七重七の方ですが、おっとギャビーミサイルキック、酒井のミサイルキック炸裂です。今日は本当になんか最後の戦いにね、全部の技を出そうという気持ちがね、なんか出てきてますよね、はい、コブラツイスト、コブラツイストに行きます。酒井コブラツイスト、場内から拍手が湧いている。まあ、今日はね、リングアナも、はい、過去、かつて JD 畑からリングアナを務めてた高橋 J 二郎さんですけども、はい、これも酒井選手の希望によりね、今日は急遽、すべてのスケジュールを割いてまで、はい、J 二郎さんがリングアナやっていただいたんですけども、やっぱり酒井選手にとって、やっぱそれだけこうリングアナの人もね、すごく思い出が深いんですよね。やっぱりその共にこう苦労してきた時代、新人時代からコールしてきた選手だということで、もうとにかくそれで酒井選手は最後にコールで送ってほしかったということだったみたいですね。そうですか。足4文字で攻めている酒井ですが、逆に7の方がこれを返そうという、まあ、酒井自身はその、はい、今回も前場のタッグリーグ戦で中西能美組、七重三組という形で、ああ、七桃とは戦ってるんですよね。はい、ただ、まあ、七桃というタッグではないですからね。はい、まあ、その今回、順序のタッグリーグ戦に酒井が参加したのも、はい、このリーグ戦に私が参加すれば、七桃さんとの対決が見えてくるんじゃないかと、そういう気持ちで参加を決めたということだったみたいですね。あ、そうですか。それだけこの2人とやりたいんだという気持ちが強いんですよね。逆に今度は奈々の方が足4の字を決めていきましたが、さあ桃と交代、この中西酒井というのはね、はい、酒井がデビューした当時にね、最初にこう脚光を浴びた2人なんですよね。第2回ジュニアオールスター戦でもう素晴らしい試合をしまして、はい、それからこの2人がライバル関係と言われるようになって、後に1回タッグを JD のリングでも組んでますけどもね、本当に2人がライバル関係として見られるようになりましたよね。はい、この辺りは酒井の素早い動き、酒井選手すでに、はい、今ゼロワンに来日をよくしているアメリカのローキーという選手がいるんですけども、まあ、ローキー選手をとメルトモになりまして、はあ、アメリカの情報をいろいろと教えてもらってみたいですよ。ああ、そうですか。あとは、まあ、WWE の田尻選手とかですね、はいはい、まあ、日本の元日本にいたで活躍して今アメリカで活躍している選手ですけど、はい、まあ、そういう選手からいろんなアドバイスをもらって、はい、着々とアメリカ行きの準備をしてみたいですね。あ、
場が変わって藪下、藪下と桃、この当たりはシャープな動き。これね、やっぱりこの藪下中西、というこの2人の対決もね、はい、何度も格闘技戦でぶつかった中なんですよね。で、一度ここのコラケホールで60分時間切れということもありましたけども、はあ、格闘技戦で戦って、ええ、その時にもう何度も何度もこの藪下腕ひしぎを狙ったんですけど、最後までこう決めることができなかったんですよね。まあ、それだけ藪下にもこだわりがあり、まあ、桃の方にも受けないというこだわりがあり、ね、だから今日もね、絶対受けてなるかという気持ちがね、はい、今見えましたよね。そうですね。逆にこの右腕をさらに決めていきます。10分一本勝負スペシャルタッグマッチです。ここは赤コーナーのところに来ていますので、酒井の左足が伸びています。桃の右手が決まっています。今度は左腕、おっと、ロープに逃れます。桃がロープに逃れる。最後からエルボー一発、そして桃をかわした。あっと、今度は桃の反撃、クイーンシェアのドロップキック。ニュートラルコーナー、ここには酒井が待っていた。さあ、わー、なだれ式持っていった。なだれ式のブレンバスター、カウントは2です。まあでもさすがですね、この2人の攻防はね、安心して見てられますね。ね、本当ですね。やっぱり2人の、いい点というのは、やっぱり、共に怪我をしないんですよね。女子プロレスラーどうしても動きが激しいだけ、怪我することが多いんですけども、この2人は本当体は本当頑丈ですよね。はい、怪我しない体というのができてますよね。今度は右の足を決めに行きました。藪下、自らロープへ飛んで、あーっと、ここには奈々が待っていた。モンゴリエンチョップ、最後から酒井、最後から酒井。さあ、藪下がツーブラトンの攻撃出るか。あーっと、後ろには奈々が待っていた。このあたり両タッグともに非常に息が合っています。ミサイルキック、モモ選手のね、スピーディーな動きをね、見せるその一つはね、はい、トップロープ登る速さなんですね。ここからこう、ハードロープからトップロープで一気に行くんですよね。はい、フライングボディープレス、ブリッジで返す藪下です。ちょっとダメージを受けています。リング下の酒井がようやく赤コーナーに戻りました。あ、7が行く、花がニュートラルコーナーへ。ここに今度は酒井が行きました。そのまま蘇生した藪下がロープに登った勢いを使って、ここは7が重い、エルボーを使った。あっと、今度は7の反撃です。ここは藪下も動きを読んでいます。背後から、背後から行って腕ひしぎ逆十字。まあ、とにかく動きが激しいこの4人の選手です。途切れないですよね。まあ、それだけお互いがね、はい、4人が競い合ってるんですよね、試合をしながら。はい、やっぱりそういう形でいい形を築き上げてきた4人ですからね。はい、それが試合になるとやっぱり色濃く出ますよね。投げっぱなしのジャーマン、桃が登場している、桃が登場している。桃は酒井をリング下へ、おっと、両サイドのニュートラルコーナーとプロープへ登ろうという、逆にそれを利用して藪下が2人を攻める、2人を攻める。さあ、藪下は腕式逆十字、藪下は腕式逆十字、ロープへ。酒井の方はロープを利用して中西を締め上げていきました。上がらない酒井、飛びつきの腕しぎ、飛びつきの腕しぎ、
桃が来ました。高橋七重の右腕を痛めつけている藪下。まあ、藪下選手もね、はい、SOD、はい、SOD 同士の所属ということで、まあ、JD は離れましたけども、はい、JD にいるのはもうずっと変わらないですからね、はい、この今のねダブルの嬉しい、はい、これも懐かしいですね、懐かしいですね、藪下坂井の連携ですよね、はい、一本ダブルの一本沿いからダブルの嬉しいというね、どうだ、カウントは2です。やぶさか2人で7を痛めつけている。さあトップロープ、ミサイルキック、高井のミサイルキック、やぶしたが、やぶしたが桃を抑え込んでいる、桃を抑え込んでいる、もう1回ミサイルキック、高橋の前にミサイルキック、ブリッジで返しました、7がブリッジで返しました。さあ出るか、ムーンサルトだ、さあこれは自爆にも、まあスワンダイブ式、さあ2プラトンで、ヤブサカが2プラトンで、あーっと逆にモモのミサイルキックが2人めがけて飛んできました。さあ今度は7番、おー2人まとめてムーンサルト、いやー、みんな見せてくれますね、伊藤さん、今日はね、本当総結集ですよね、全ての技がね、さあ、2人がかりで、なかなか7は重い、ああ、逆に、2人まとめて、2人まとめてラリアット、いや、止まらないですね、動きがね、止まらないですね。リング下にヤブサカ、さあそこに飛んでいった、あっとここは呼んでいたヤブサカ、ヤブサカがリングに戻りました。スワンダイブ式で持っていった、場内からは高いコールが起こっている。坂井積みJD 所属ラストマッチ出た、上がった、もう一回場内にアピール、もう一回場内にアピール、はい、お客さんの声を聞いてると、関別というよりも、これからの今後のね、新しいなんかこう、これを祝しているようなね、そんな声援ですね、坂井さん。いつまでも思ったようにやらせないという感じで、出ました、トップロープからの打撃、おっとももも待っていた、うわーっと垂れ続けに行く、どうだ、カウント2、カウント2、いやー、この間髪を入れずに持ってくる酒井、しかし蘇生する、酒井が蘇生する、さあどうだ、カウント2、カウント2、うん、あフランケンシュタイナーもう一回やってた、どうだどうだ、酒井が持てるエネルギーを全て使っているという感じ、どっと逆に返した、ここはさすがに7、バックドロップ、カウントはカウント2、カウント2、動きが激しくなっている、動きが激しくなっている、桃が持った、おっと、いや今焦点かわされましたね、そうですね、今度はなんと桃のムーンサルトプレスはカウント2、トップロープへ登るのが早い、さあ行った、スープラ飛んでいった、カウント2、今のダイビングヘッドバットね、スープラ飛んで、はい、見事でしたけどね、見事でしたね、あっとスワンダイブ式、スワンダイブ式で背後からヤブサが来た、カウントはカウント2、桃も返す、
さあ強制でだ。さあ4射完全に入り乱れている。そしてそれぞれが持ち味を出している。バックドロップホールドをどうだ。カウント2カウント2ニュートラルコーナーからムーンサルトプレス。さあ今度はどうだ、カウントはどうだ。あーっと7がカットに入った、7がカットに入った。いや止まらないですね、止まらない、どこまで行っても止まらない4人の動き。無限大のエネルギーがあるのか。乗っていった。さあ2連発のフィッシャーマンズバッター。どうだ、万感の思いを込めての、これもカウント2。小杉優子からね、先輩1年先輩の小杉優子選手から受け継いだフィッシャーマンズバスターね、もうなんか本当に最後の思い出として使ってますよね。使ってますね。さあスープラトンだ、スープラトンのフィッシャーマンズバスター。さあどうだ、今度はどうだ。7がカットに入ります。やぶしたの静止を振り切って7がカットに入った。酒井が無限大のエネルギーを使ってまだ行く。場内にアピール。なだれ式。フランケンさん、逆に返された。カウント2。いやー、桃も呼んでいる。さあ7がジャーマン、そしてジャックナイフ式。スープラトンでジャックナイフ式ラリアット、いやジャーマンスープレックスホールドはカウント2。中西桃江、七桃スープラトンで出た。どうだ、カウント3。出ましたね最後に、七桃もダイバーで、はい、最後の最後に取っておきましたよね、はい、いやもう本当にお見事な試合でしたね、はい、もう誰も止まらなかったですよね最初から最後まで、勝因を一つ挙げるとすれば、はい、まあ、高井選手ね、フランケンシュタインの雪崩式の2回目狙いましたね、はい、それが桃選手に呼ばれて、はい、そのままあの流れが変わってしまいましたね、はい。